今回はですね、コメント欄で1回だけなんですけども、マイクどの位置にしてますかみたいなのがあったので、今回ちょっと撮ってみました。で、今後元ブログとかされたいっていう方がいれば、ちょっと参考になればいいかなと思ってます。ジェットヘルで元もブログしてる人ってあんまりいないんですかね。よくわかんないですけども、ちょっと場所を自分のでも参考にならなかったんで、だいたいフルフェイスの、口の部分にマイク仕込んでるっていうのがほぼほとんどの人ので、全然見当たらなくてですね、自分も試行錯誤してこの形になってます。で、マイクの位置ここです。で、下のバイザーから飛び出てます、マイクは。で、音声をあれだけ拾ってますね。で、まあこの位置だからっていうのもあって、マフラーの音もすごいいい音で取れてますね。で、このヘルメットはですね、ショーエーのジェイクルーズっていうモデルです。で、インナーバイザーがチキンと出ます。で、これはトンネル入るときに出したり入れたりですね、してますんで。で、あとはつけてるものは B コムのミュージック。これで、まあ音楽、まあ大体一人でしか行かないんで 大体寂しいときはこれ、まあ最初からですけど、ほぼこれ使って音楽聴きながら走ってますね。で、これから Google のナビなんかセットしてると、何百メートルをどっちに曲がりなさいとか、曲がってくださいとか、そういう案内もしてくれます、このビーコムから。で、スピーカーは中に仕込んであります。で、このヘルメットのいいところは、まあ今回ヘルメット関係ないんですけども、いいところは、もうスピーカーつける部分のパッドが取れるようになってて、そこにもう簡単につけることができました。もう結構古いヘルメットなんですけどね、もうね、4、5年経つのかな。バイク買った時に買ったやつなので、そんなぐらい経つと思います。で、カメラはソニーの FDR-X3000 で、外部マイク使ってます。あとはカメラのレンズガードをつけてますね。で、ちょっと位置がですね、最初の頃のはこの辺にカメラをつけてたんですけども、今は手前にした関係でちょっと画像が斜めになるんですけども、こんなちょっと斜めになってるの分かるでしょうか。これでいつも斜めになってます。ちょっと傾いた。ただこの位置しかちょっとないので、しばらくはここで行くしかないですね。で、マイクなんですけども、これはソニーのECM-CS3 っていう会議用とかのマイクになります。で、筒状のマイクなんですけども、このクリップは回ります。このただちょっとファーついてるんでもう回らないですけども。で、このマイクを買った時に紹介された、アマゾンさんに紹介されたこのファーがありまして、これがちょうど刺さるやつが、1センチぐらいの筒がちょうど入るようなやつかな。それを刺してます、左右に。で、こんな具合でついてますね。で、外れないようにですね、縫い付けてあります。縫えないなっていう人は、普通に安全ピンとかでくっつけててもいいと思いますね。もしくはあと接着してもいいかもしれないです。で、これのクリップを、自分は配線、まあマイクの LR っていうのが書いてあって、それに合わせてつけるのであれば、いつも自分はこの向きでつけてますね、進行方向に対して。で、これが LR アウト、この配線が上に向くよ、上っていうか頭の方に向くようにつけてるんですけども、まあ全然こうなるんで見えませんから気にならないと思います。で、あとカメラ手持ちで
音声拾ってる場合はここにファも仕込んでありますんで、まあ、ちょっと多分手持ちであるって言ってこう音声低いなという時はこれがこのカメラの本体マイクを使ってますね。最初の頃ここもウィンドジャマーつけてなかったんで、多分桜かなんかを見に行った時の動画なんかでは全然音声取れてなくて、その後このファーを急遽つけました。で、iPhone なんかで撮影してても風切り音で撮れてないのはもうファーがついてないためですね。で、実はこのマイクですけども、バイザーの下からちょっとはみ出てます。なんですが、あれほど音声を拾って、その上に音も、マフラーの音もあのぐらい拾えるという。あんまりですね、ジェットヘル使ってる方本当いないみたいで、検索してもなかなか出てこなかったですね。YouTube でも結構見てたんですけども、ジェットヘルにはこのマイク本当にいいと思います。で、必ずこのファーはつけないとダメですね。逆にこれつけてればどのヘルメットでもいけるんじゃないかなっていう気はしております。のぐらいクリアに撮れればいいですよね。で、まあたまになんですけども、この手持ちでアクションカム持ってこのマイクを首のところにピンマイクつけていくと、結構音声を小声でも相当クリアに拾いますね。もうつぶやいてるレベルで拾います。まあ不審者感はだいぶ薄れますよね、それで。YouTube あるあるだと思うんですけど、まあこれは買って損のないマイクですね。ミニジャックでそのまま刺さりますんで、対応してる ミニジャック対応してるんであれば、このマイクはどのメーカーでも使えるのかな、多分。GoPro なんかでも変換つけてる人いますよね。ただこのソニーのは直接刺さるんで、結構音が本当クリアに聞こえて、あ、ソニーさすがだなと思いましたけど、このカメラの手ブレもすごいいいですしね、広角で。はい、紹介的にはこんなもんですね。カメラというかスピーカーの位置と、まあ、クリップなのでここは自由に動きます。こんな具合でした。よし、ジェットヘルもし使ってて、設置場所悩んでる方いたら参考にしてください。私の動画見てもらえれば、どれだけ音声がクリアに入ってるかっていうのも分かるかと思いますんで、ぜひご覧ください。最近のであればもう全然、最初の2、3回ぐらいは多分これなしで撮ってるのがアップしてたと思うんですけども、ファーなしで、このマイクは使ってるんですけど、で、その後からファーつけて撮ってるのあるんですけども、もうほぼ全部これ使ってます、その後は。なので全然違うと思いますんで、ぜひ見ていただければと思います。で、マフラーの音なんかもしっかりと入ってますので、まあ、ご参考までに見ていただければなということで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございます。ではでは。